こんにちは、ゆるちゃんこです。動画見ていただきありがとうございます。はい、先週ねお伝えした通り、このねジョジョの奇妙な冒険バイスシュバルツプレミアムブースターストーンオンシャンの、カードをですね6パック開封していきたいなと思います。最後まで見ていただけると嬉しいです。なんかこれもね、こちらに書いてあるんですけど、ですね、1パックにですね、3枚入ってます。で、この中に、ノーマルが60種類あって、ジョジョレアが60種類あって、スペシャルが8種類入ってますね。で、1パックに必ず白押しカードが1枚入ってますっていうね、パッケージになってますね。これさ、お店に、で、買えたんですけど、なぜかね、スターダストクルセイダーの時はこのパッケージでくれたんですけど、なんかね、このお店はね、このパックでくれたんですよ。まあ別にいいんですけど、なんかせっかくなら、このボックスで欲しかったなーって思ったんですけど、ちょっとね、そのまま言わず、これをね、受け取って私はその日帰りました。おそらくですね、この白押しサインカード情報ってあるんですけど、これ、バイス・シュワルツのサイトね。ここにファイルーズ・アイさんとか声優さんの、サインが書かれてる、カードがあるみたいですね。それが8種類あるので、これがねスペシャルの8種類なのかななんて思っています。はい、個人的に6部はですねウェザーリポートが好きなんで、ウェザーリポートが出ると嬉しいかなって感じですね。エルメス、あ、待って、なんかこれさ、オープニングのシーンじゃない？オープニングの絵柄じゃない？え、めっちゃかっこいいじゃん。うっしゃーって言ってる。姉御肌、エルメス、コステル&キ。キスのキ？入んなかったんこれ。エルメス、かっこいいですよね。声優さんの田村さんが、田村さんの声めちゃくちゃかっこいいし、エルメス、本当にぴったりすぎましたよね。めちゃくちゃかっこいいな。絵柄がいいな、これ。プッチ神父、これはあれじゃん。この世の人類が真の幸福に導かれるための力なのだ。新しい世界。で、メイドインヘブンだ。メイドインヘブンに生まれ変わった時のシーンじゃないか、これは。いやー、てか6部のさ、アニメもまあもうこの前見たし、漫画もこの前、最近読み終わったんですけど、本当になんか結構さ、終わり方が一番壮大ですよね。ちょっと壮大すぎて私も本当最初頭が追いつかなかったというか、今もどういう終わり方したのって聞かれたら答えも正直むずいけど、とにかく面白かったっていう感想だけは言える感じですね。いやー、このね、これになってから、あー、もうなった後か、なってジョーダロドガと戦っている時か、怖かったですね、プッチ神父が。はい、あ、これもプッチ神父だ、かっこいい。だがこの才能は否定してはいけない、天国の追求。これはどこのシーンだろう。ホワイトスネークでディスク2枚持ってますね、かっこいい。で、まず1枚目の白押しカードはプッチ神父が出ました。イエーイ。はーい、じゃあちょっと早速ね2個目をどんどん開けていきたいなと思います。あー、出たミュウミュウですよね。ミュッチャーミューラーっていう名前だったんだっけ。あ、そうだ、ジェイルハウスロックだ。ジェイルハウスロック、あんたへの警告のために見せている。あー、これ最初のシーンかな。てかさ、このじゃジェイルハウスロックのさ、スタンドめちゃくちゃ気持ち悪くないですかって思って、これ脳みそ見えてるもんね、頭のね、むき出し。しかもさ、このジョリンちゃんがさ、この3つ覚えたら、記憶がなくなっちゃうっていうシーンあったんですけど、これも、個人的には結構好きなお話というか、面白かったですよね。エンポリオもさ、お部屋の中でさ、すごいかわいそうだった。お水に触れて電気がビリビリってなっちゃうシーン、すごいかわいそうだったんですけど、これ多分最初のシーンですよね。ミュウミュウがジョリンちゃんにこう、最初に出会うシーンかな。おーっと、これあれだ。出会えた奇跡、ナルシソアナスイ&ジョリーン。アナスイ、この俺の気持ちを受け止めてほしい。これあれですね、最後の方ですね、プッチ神父がウェザーリポートと戦って、ウェザーリポートがね、負けちゃって、プッチ神父がケープカナベラルか。ケープカナベラルの飛行場のとこに行って、それを追っかけてるまでのシーンですよね。ジョリーンちゃんは結構ちょっとね、悲しみにふけてしまって、で、こう、なぜなら夢の中にちょっとね、コツンとこう寝落ちみたいなのをしてしまうっていう。で、この後ね、アナスイがね、指輪をあげるシーンだったかな。で、それを投げられちゃうね、シーンで、ちょっとくすっ
ていう感じのシーンだったかなと思うんですけど、ほあ FF やんけ、 FF やんけ、 FF 弾を食らえフーファイターズ、このジジイは私に任せろ、占いで戦うおじいちゃんいましたよね、なんだっけ名前、おじいちゃんの名前は建造っていうのは分かるんですけど、その中でドラゴンを使った風水で戦うんですけど、そのドラゴンの名前忘れちゃった、あのおじいちゃんは最後かわいそうでしたよね、骨、足の骨穴水にグダグダにされちゃって FF をゲットできました。あー、これもあれじゃないか、メイドインヘブンじゃないか、ついに天国の時はついに来た、無限大の加速、メイドインヘブン MIH って略されてる、わー、メイドインヘブンのさ、ちょっとかっこいい感じのねビジュアルではありますよね、天国の時はついに来た、いやー、メイドインヘブンのスタンドは本当に怖かったな、てかなんかその後のさ、あのジョリンちゃんとジョータロウなんか偽物みたいな出てたじゃないですか、偽物ではないのかな、顔がさ、なんか微妙にブサイクでちょっと笑っちゃいました。あれ面白かったですね。あ、そう、グレスのね、グーグードールズですね、これね。やったーって言ってる。すっごい顔だな、これ。こうさ、グレスのさ、よし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 っていうシーンあったと思うんですけど、ほんと狂気でしたよね。狂気の沙汰。怖すぎる。優しいと思えばすぐ怒るし、なんか本当に感情のさ、起伏が激しすぎてめちゃくちゃ怖い。では最後、白押しカード。あ、これも横っぽい。ほっ！あ！やったー！穴ついたー！組み替え操作。これ、ドッシャーってやってるのは、ヨーヨーマですよね、これ。え、でもヨーヨーマも、なんか気持ち悪かったですよね、とにかく。こう不気味、見た目がまずめちゃくちゃ不気味だし、実際にやってることもさ、不気味すぎて。ヨーヨーマのよだれに触れると穴が開いちゃうんでしたっけ？それをね、ブシャーとやっつけてる穴水のシーンでしたね。ほっ！あ、これはさ、なんかイラストがさ、あれじゃないですか。このさ、オープニングのなんかイラストたち似てますね。ウェザーリポートが出ました。譲れない戦い、ウェザーリポートと、ウェザーリポート、自分が悪だと気づいていない、最もどす黒い悪だ。いやー、ウェザーはさ、めちゃくちゃ最初も寡黙でかっこいい、あのジョリンちゃんを助けてくれるかっこいい人だなって思ったんですけど、最後のね、プッチ神父から記憶を取り戻した後の過去の話が本当に悲しすぎて、うわ、つらって思って、私その後のプッチを倒すこうね、覚悟というか、そういったのがすごくかっこいいなって思いましたね。あ、また穴水ゲット、やった、今だ時を、あ、これかな、これあのシーンじゃない、結構最後のシーンですよね、これ。今だ時を止め、命をかけた作戦、ナルシス穴水、あれですよね、メイドインヘブンでプチ神父の動きがもう早すぎて見えねえってなって、アナスイがジョータロウさんとかジョリンちゃんとかエルメスとか体内に入るというか、ダイバーダウンで入って、先にね、こうプッチ神父からの攻撃を受けて、その攻撃を受けた後でジョータロウさんに時を止めてもらうっていうシーンだったと思うんですけど、結局それもねできず、しかもこれね、やられてしまったのがジョリンちゃんだったっていう、すごいちょっとね悲しい最後ではあったんですけどっていう、そのシーンですね。あ、かっこいい、これなんかちょっと渦巻いてるのがめちゃくちゃかっこいいですね。シールを貼ると一つのものが二つになる、不思議なシール、エルメスコステロ、え、めちゃくちゃかっこいいな、このカード、いいですね。一つのものが二つになる、めちゃくちゃなんか便利なシールですよね、このね、キースのシール。意外とジョリンちゃんが出ないなっていう。ジョリンちゃん1枚くらいでいいから出てほしいな。あとジョータロウもちょっと出たら嬉しいかな。あー、またアナスイ、組み替え操作。あれ？組み替え操作？こいつの攻撃方法がなんかなんてどうでもいい。これ多分さ、これの時と一緒じゃないですか。一緒の戦いの、ヨーヨーマの戦いの時と一緒のシーンじゃないですかね。なんか穴水率がめちゃくちゃ高いんですけど。次は、お、あ、建造が出ました。これとね、FF との戦いの時ですね。暗殺風水を極め、それがスタンド能力として発現したのか。で、穴水のセリフですね。建造のスタンド、この説よね、ドラゴン。ドラゴンでさ、この風水を使って、敵の四角の位置をこう、突くっていう。
結構強いサンドでしたよね。これね、風水学を使ってもうそこに攻撃を仕掛ければ相手は必ず攻撃を受けるっていうスタンドだったので結構強い敵だったかなと思います。白押しカードは、あ、出ました。これもかっこいい。あ、なんかさ、若干こうエルメスの感じに出ません？背景がちょっとこうできてる、キラキラで作られてる。天国への到達、エンリコブッチ、覚悟したものは幸福である。頭にこうスターの形がついてるので、緑色の赤ちゃんとこう合体した後ですかね。いやー、なんかこのままだとちょっとジョインちゃんが出ない疑惑なんですけど、あと1個になりました。これですね。はい、最後開けていきたいなと思います。あー、出た。これこの戦いめっちゃ怖かったですね。こいつの戦い、リバーノ、これなんだっけ、なんていうスタンドだったっけな。これか、空から燃えた石が俺に向かって落ちてくる。隕石をこう相手に落とすスタンドでしたよね。めちゃくちゃ怖かったですよね。でもこの人には直接は当たらない、必ず当たらないような位置に、隕石を落ちてくるっていう、ね、これスタンド名あれでした、プラネットウェイブス、プラネットウェイブスっていうスタンドを使いでしたね。こいつね、ほい、お、エルメスのね、天敵、天敵というかね、お姉さんをね殺されちゃったやつ、スポーツマックスですね。死の先、スポーツマックス、俺の気分を晴れることはねって言って、これさ、これもさ怖かったですよね。スタンド、こうゾンビをこう操るスタンドだったんですけど、こう人間だけじゃなくって、あの動物とかもね、幽霊というかゾンビにして凶暴化させるっていうスタンドだったんですけど、エルメスもさめちゃくちゃ食われてましたよね。普通にえぐられてた気がする、肉が。はい、なんかどん、なんか6が結構そういうえぐられるシーンが結構多くて痛々しいなっていうシーンがなんかすごい多かった気がする。はい、ではラストの白押し、お、またもや穴推率高、1枚、1パックに1枚入ってたんじゃねって感じですね。1対1ナルシス穴推、用意をするんだ、てめえがこの世に生まれてきたことを後悔する用意をだ。ヨーヨーマと戦うシーンですね。戦ってるシーンの穴推ですね。ヨーヨーマのシーンが多分さ、穴推でこう3つゲットできました。すごい、めちゃくちゃ穴推率高い。おー、ゲットできました。すごい、あの6分も結構いろんなキャラクター出たんですけど、個人的にちょっと嬉しいというか一番良かったのこれかな。この2枚結構かっこいいですよね。プッチ神父とエルメス、なんかこう背景のさキラキラがすごいいい感じ、キャラクターに沿ってる感じなのかな。これがめちゃくちゃすごいいい感じのカードかなと思ってます。最初に出たエルメスのさ、このカードも結構好きかもしれない。あとこれもかっこいいですね。メイドインヘブンのカードもこれ結構かっこいいですよね。このシーンもね、ファーってめちゃくちゃ白いっていう。カードゲーム6パックを開封しましたという動画になりました。最後まで見ていただきありがとうございます。ちょっとね、個人的にその、あのジョリンちゃんとジョータロウとかエンポリオとかがなかなか出なかった。あとウェザーも欲しかったんですけど、こう1枚だけですね。結構敵キャラが多かったのかな。ファイリングしてちょっとね、たまに眺めてみたりとか。これね、カードを見るとこの場面場面を切り取ってるカードになるので、このね、カードを見ただけで、あ、これあのシーンかなとか、あ、あのシーンだったっけなとか、え、これスタンド名なんだっけとか、私結構忘れちゃってたんですけど、そういったものをね、考えたりとか思ったりするのがすごい楽しい時間だったかなと思います。はい、なんかゴブのカードもこのバイス・シュワルツってなんか結構前に発売されてたみたいですね。はい、それは分かんなかったんですけど、なので今度1部2部4部も発売ゆくゆくはしていくのかななんて勝手に思ってます。というか発売してほしいっていう感じですね。あのジョジョの奇妙な冒険のウエハースって私前開封動画あげたんですけど、それの3部バージョンがね、今度今年の冬に発売されるっていう情報をゲットしたので、それも今からめちゃくちゃ楽しみにしているところです。はい、ということで最後まで見ていただきありがとうございました。もしよろしければいいねやコメントなどもお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。